皆さんこんにちは、さきです。はい、ということで本日の動画はですね、私のナイトスキンケアルーティンを紹介していこうと思います。はい、私は今お風呂上がりで、もうお風呂上がりほやほやっていう感じなんですけど、まだスキンケアも何もしてない状態になります。今やってくるのはドンキ爆買いで買ったお気に入りのハンギョドンです。はい、ということで紹介していこうと思います。私は明日朝から撮影があって、まあ、撮影前って結構気合い入れていつもより入念にスキンケアをしているので、まあ、その流れを紹介していこうかなと思います。でまず最初に使うのがこちらのクレドポーですね、の導入美容液になります。この導入美容液はもうとにかく軽い、とにかく伸びる、とにかくこれをつけた後に化粧水の入りがめちゃめちゃにいいっていうアイテムになります。コスメデコルテ使ってる人も結構いるし、クレドポ使ってる人も多いと思うんだけど、2本ぐらいデコルテを使ってて、結果こっちの方がなんか私好きかもって思って、こっちに最近また買いました。はい、で続いて使っていくのがこちらのコスメデコルテのローションになります。この間パッティングしてる時さ、叩きすぎじゃねって言われたの。私全然さ、体感では全然叩いてなかったんだけどさ、雑なんだろうね、自分が思ってる以上に自分の行動が雑すぎて、すごい叩くやんって言われて注意されたので、優しく包み込んでいきます。しっかり首にもね。続いて使うのがこちらのキールズ。今絶賛肌荒れ中になりまして、ニキビがね5個ぐらいできてるの。何人もお友達増えちゃって、非常ににぎやかな顔面になってお送りさせていただいているんですけれども、ちょっとね肌荒れが気になった時はこのキールズで回復させるっていうことでこちらを使っていきます。これね、私伸びが良くてね、使いやすくてすごい好きなんだよね。朝も夜も使えちゃうっていう感じで、割と美白の速効性も個人的にはすごい高いなって思うので、肌のトーンアップとか透明感の命っていうことはぜひ試してみてと思います。その次にいつもだったら使うのがこれ、イブサンローランのリペアショットを使います。すごい保湿力高くて、いつもだったらこっちをこれも使うんだけど、今日はちょっとニキビができててオイル肌になってるので、今日はこれをちょっとすっ飛ばしていこうかなと思います。次がこちら、マモンドのこれレチノールクリームになります。あの前紹介したこっちのキールズのやつあるんだけど、このキールズのやつの方個人的にはしっかりと肌への効果が垣間見れて、こっちの方が好きなんだけど、こっちの方がちょっと柔らかめというか、抗体反応とかちょっとレチノール、肌が痒くなるとか痛くなるって人にはこっちの方がおすすめという優しいタイプのレチノールになります。キールズは前も多分紹介したので、今日はこっちを使う。結構割とみずみずしい感じのテクスチャーです。なんかクリームだけど乳液みたいな、軽め。お値段的にもキールズのやつよりもお手頃価格なので、挑戦してみたい方はこっちから挑戦してもありな気がします。で私はちょっと世にも奇妙なタイミングでいつも1本飲みます。そう、トゥーフェイストのやつ、これはねファンの方からね、ポップアップじゃない、来店イベントの時にいただいたの。私のリップケアはこれだけと言っても過言ではないぐらいとってもおすすめです。なんか寝ててさ、軽めのリップバームとかだとさ、割とすぐさ取れてるとか乾燥してくるんだけど、これは朝起きたらもうブルンブルンってなるくらい本当におすすめ。こちらをくださった方ありがとうございます。ということでお次ましてがこちらです。これはリンクルショットですね、ポーラの。目のシワとかで悩んでる人みんな多分ね買った方がいいと思う。すごい数々の綺麗なお姉様方はこぞって皆さんこれをアイクリーム使ってらっしゃる気がします。とにかくシワに効くらしい、一番いいらしい。まあ、確かにいろんなやつ使ってたけど、これが一番濃厚かなって感じ。これをさ開発した方がさ、なんかの記事で読んだんだけどさ、6年間か8年間ぐらいさ、片側だけにのこのほうれい線とか目のシワとかだけにこのクリームを使ってましたみたいな写真が上がってて、それがもうこっちだけほうれい線ないんだけど、こっちはしっかり入ってたの。すっごーと思って、こういうのは続けていくことに意味があるんだなと思って、私も続けていこうと思っております。目のシワが気になっている方はぜひです。
多分目のくぼみとかにはまたこれじゃないタイプのやつの方がいいと思うので、シワとかの予防にはこちらも使うべきで、今はねまだねシワないんだみたいな人とかも絶対今のうち予防した方がいいと思う。忘れてた、私首にも塗ってるんですよこれ。首に、まあ、お高いんだけどそんなこと言ってないんだけど入念に塗ってきます。最後に使うのがこちらです。コスメデコルテの最近すごいツイッターとかで出てくるので、いつもよりすごいいっぱい寝たよみたいな感じになるクリームやつなんだけど、確かにすっごいこれ良い。今まあニキビできちゃったんだけど、このニキビはさ、私がさここ最近のさ飲み会とかそういうのでさ化粧したまま寝ちゃった自分のあれだから、まあ、仕方ないんだけど、本当に綺麗になるの、肌の調子良かったのよ。正直さもうスキンケアすら今日もしたくないわみたいな日あるじゃん、疲れたわみたいな、もう寝たいわみたいな時とかはこのクリームだけ塗ってる顔洗ってせめてものクリームみたいな感じでこれを使ってますいつも。でもそれでも肌に全然ね荒れないし、しっかり潤ってるって感じだったので、これは出会えてよかったクリームかなっていう感じ。はい、こないな感じでどうでしょうどうでしょう。すごい私クマがすごいからちょっとスルーしてほしいんだけど、結構ツヤツヤになるね。こんな感じで私の毎日のナイトスキンケアルーティーンです。何分撮ってるんだろう、9分19分、こうやってやっても見えないじゃん。大丈夫でしょ、ね、もうなんかね、なんか私いつもボケって喋ってていつの間にかに時が経ってみたいな、それなんか大丈夫かなっていつも思ってるんですけど、もっと雑談してほしいとか、もうちょっと動画こういう風にしてほしいとかっていうのがあれば、日々勉強ですので、ぜひコメント欄に教えてください。はい、ということで本当に今日さもう疲れ切ってて、ここ数日てかもう今月と先月から今月が本当に忙しくって、飲み会とかも多くてイベントごとも多くて、仕事とかの付き合いもプライベートもそうなんだけど、両方なんかお家でゆっくりする時間が全然なくて、今日ようやくお家でノンアルコールで過ごせているので非常に幸せなんだけど、非常に眠くてですね、ただ非常にお一人島を見たいので、動画それを終わったら一人島の最終回を見るのがとても楽しみでございます。なのでもう切ります。はい、ということで以上私のナイトスキンルーティーンでした。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。声がガラガラで申し訳ございません。ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタンとコメントお待ちしております。